金山バイパス、福井県鶴ヶ市阿蘇の金山バイパスは、福井県鶴ヶ市坂の下から道県三方郡三浜町、沙田に至る延長 7.5km の国道27号のバイパス道路である。福井県道225、1972年度に事業化、1978年度に工事着手した。1993年度に暫定2車線で開通し、 2014年6月27日に4車線化された。東バイパスの西に、三浜東バイパスが直結している。2013年度を基準とした事業の投資効果は、総費用898億円、総便益1467億円であり、費用便益比は1.6と算出された。バイパス事業化当時の国道27号急道は、交通量は容量を超過していた。 1993年度に暫定に車線で開通した後も依然として混雑し、三浜東バイパスとの接続地点が主な渋滞箇所となっていた。鶴ヶ市や三浜町を訪れる観光入り込み客数は増加傾向にある。また、2009年における海水浴客は福井県全体の4割を占め、うち7割は県外からの来訪者である。金山バイパスは 三浜東バイパスとともに、舞鶴若狭自動車道若狭三浜インターチェンジへのアクセス道路となり、鶴ヶ港との相互アクセスが強化される。バイパス沿線には2006年3月、鶴ヶ市産業団地が整備された。鶴ヶ市と三浜町は、関西電力三浜発電所の半径 30km 圏内に位置し、福井県原子力防災計画に基づき、 原子力災害時には県内外に避難することとされた。金山バイパスは住民の円滑な避難にも寄与すると期待される。終点側3 1トルの4車線化整備に、際しトンネルにおける歩道幅井を2 0メートルから1 5メートルへ狭めたほか、トンネルの水路に進行法である薄型円形水路を採用するなど、コスト削減を図った。 金山バイパスの通る鶴ヶ島麻生の地区は軟弱な粘性度や差湿度が分布し、当地区の建設中のボックスカルバートに沈下が見られた。復元対象の3カ所は最大1.2メートルも沈下し、道路は通行できない状態となり、水路は機能を果たせなかった。沈下したボックスカルバートはパーマロックジョグ工法で復元された。同様のケースで従来採用されていた。 油圧弱器による復元と比較して、工期と工費を削減でき、安全性も高いとされる。ありがとうございます。